こんにちは。こんにちは。はじめましてですね。はじめましてです。いや、顔がもうちっちゃい。いや、ちっちゃくないです。髪型。コンプレックスです。目も大きいし、エロいですね。なんか、童顔ですね。よく言われます。お名前伺ってもいいですか？エリカです。エリカさん。はい。年齢は内緒ですか？それとも言ってくれますか？年齢は内緒です。内緒で。ご想像にということで。ご想像にお任せします。ちょっと一回立ってもらってもいいですか？はい。ちょっとじゃあ一周してもらって、ぐるっと。おっぱいが大きいですね。でもこれだから目立つ。こういうタイトな服だから。なんかニット系って目立つんですよね、後ろの。その仕草がなんか目立つなと思って。普段はどういう服装が多いんですか？お座りいただいて大丈夫ですよ。え、でもこういう系多いですよ。結構強調するような、強調するの多いかもしれないですね。男の目を引くような感じですか？そうです。スカートも普段から？え、基本的にスカート派ですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。パンツはまあ履かない。履かない。じゃあもう本当に女の子っぽい服が多いんですね、うん、そうですね。これで来られたらちょっとなんか、もし彼氏だったら嫌ですね。嫌っていうのは、嫌ですか？嫌っていうのはなんか他の人の目につくというか、うん、あ、おっぱいが。そうなんですよね。いや、なんかでも私これコンプレックスなんですよ。でかくて強調されるから、白系の着れないから。それなんかもうちっちゃい女の子からしたら羨ましいと言われますね。なんだこいつって感じですよね。ちなみに何カップあるんですか？ F カップです。なんかいいですね。ちょうどいいですね。ちょうどいいんですかね。ちょっともう興奮してきちゃったんですけど、はい、早速舐めてもらってもいいですか？はい。